はい、猫と飼い主です。今回は風雲にゃんこと30回の猫仙人を倒していきたいねんけど、猫仙人の波動攻撃はめちゃくちゃ厄介やから、波動攻撃を無効にできる強いキャラおらんかな。僕に任せな、猫と飼い主。ん？もしかして今のインフェルノアキラ？そうだ、インフェルノアキラだ。僕は未来と自分は変えられるの信念を胸に抱き、変わらない社会に抗う天才少年。僕インフェルノアキラはエイリアンに滅法強いだけじゃなくて、波動ダメージを無効にすることもできるから、猫仙人の波動も余裕で耐えれるんだ。おお、めっちゃいいやん、インフェルノアキラ。ほな頼んどくわ。了解した、猫と飼い主。あ、もう他のキャラはいらんからな。僕インフェルノアキラに任せろ。行くぞー。勝手に行くなよ。よっしゃ、じゃあ僕インフェルノアキラが猫仙人がボスの風雲にゃんことを30回をクリアしていくぞ。何調子乗ってるのじゃ、インフェルノアキラ。わしは猫仙人、たどり着いたものに実践を挑み、稽古をつけるバイトをしている、にゃんこ島に住み着いている武術の極意をマスターした伝説の仙人じゃ。ちなみに好きな食べ物はいちご大福じゃ。おいインフェルノアキラ、お前いちご大福みたいな色してるな、食ってやろうか。いや、やめてくれ。この赤いインフェルノライトがいちごに見えてるんか。ふざけんなよ。お前猫仙人みたいにふざけたやつは僕インフェルノアキラが倒してやるわ。行くぞー。あー、やられた。いちご大福を食わせるのじゃ。ふう、油断した油断した。いや、油断ちゃうやろ、普通に負けただけやんけ。てかヒーローやったら油断せずに戦えよ、初めから。まあお前インフェルノアキラだけじゃ猫仙人を倒されへんことは分かったから、あの最強キャラ入れるわ。頼んだぞ、光獣ガオダーク。はーい、俺光獣ガオダークに任せとけ、猫と飼い主。光獣ガオダーク？お前なんか全然戦力なれへんし。足引っ張らんように全力で戦うからよろしく頼むわ、インフェルノアキラ。いや、めっちゃいいやつ、格の差がもろに出てるがな。まあお前らインフェルノアキラと光獣ガオダークで猫仙人を倒してくれ。はいよ。よっしゃ、僕インフェルノアキラが光獣ガオダークが来る前に猫仙人を倒してやるんだ。覚悟しろよ猫仙人。また来たんかインフェルノアキラ。お前は相変わらずいちご大福みたいな見た目してるの。わし猫仙人の圧倒的攻撃力でめっためたらボコボコにしてやるからの。くそ、やっぱこいつ猫仙人めっちゃ強い。こんな時に指導的に有効な能力があればどうにかなるのに。おいインフェルノアキラ、助けに来たぞ。俺は光獣ガオダーク、自らの無力さに絶望する者の前にのみ現れる幻のニャンコや。俺光獣ガオダークは属性を持たない敵に超ダメージを与え、必ず動きを一瞬止めることができるんや。この能力でお前猫仙人をぶっ飛ばしたるわ。甘いな光獣ガオダーク、お前なんかわし猫仙人の波動攻撃ですぐあの世に送ったるわ。甘いのはお前や猫仙人、俺光獣ガオダークは波動は無効の能力もあるんや。何？ふざけるなよ、強すぎるじゃろ。まあそんなことも言ってられへん、砂くりで倒したるわ。行くぞー。うおー、仙人をなめるな。いちご大福くれ。プロガオ強すぎやろ。1.8 万人が投票したニャンコアンケートの結果発表。カルピンチョとダチョウ同好会、どっちの方が厄介な敵？ダチョウ同好会の方が厄介な敵。みんなのコメントはこんな感じ。毎日アンケートしてるから高評価と投票よろしく。俺はデビルサイクロン、飲み込まれた魂を悪魔の住む世界に転生するという悪魔的な吸引力で全てを飲み込むサイクロンや。なんか俺デビルサイクロンの説明欄に破壊と再生を繰り返す盾を打ち破れば正気が見えるとか書いてるけど、そんなことできるやつニャンコ軍団におらんやろ。ニャンコ軍団はヘッポコ集団なんやから。俺は邪悪な悪魔研究家、魔界への潜入調査の代償により悪魔化し始めたが、邪悪な心に蝕まれながらも悪魔への探求心は衰えない研究家や。おいデビルサイクロン、お前は俺邪悪な悪魔研究家の研究結果にあると頑丈なシールドが使えるらしいな。でもそんなものは俺の前では無意味や。俺邪悪な悪魔研究家のたまに悪魔シールドを貫く能力で完封したるわ。やれるもんならやってみろよ邪悪な悪魔研究家。おい邪悪な悪魔研究家、助けに来たぞ。俺は黒騎士キクロプス、この世の悪を全て滅ぼすまで戦い続けることを誓う、己の身を悪魔に捧げ絶対的な力を得た聖教騎士や。おいデビルサイクロン、お前のような悪魔野郎は俺黒騎士キクロプスがこのメイスと銃で成敗してやるわ。いやお前悪魔に己の身捧げてるくせに何言ってるね。なんかアニメとかでもようあるけど、悪魔退治のために悪魔の力使ってるやつなんなん。悪魔の力なかったら悪魔に対抗できひんねやろ。自分らも悪魔に生かされてること分かってる。
うるさいわ、黙れ。ホラーズボスやん。おーい、みんな助けに来たよ。私は雷光の女神シリウス。同じ志を持つ者たちと共にフルパワーで巨悪を成敗する。世界が進むべき正しい道を照らす光の女神だよ。おい、デビルサイクロン、お前のような悪さばっかりしてる悪魔は絶対許さない。天なる光で退治しちゃうんだから。いや、こういうのがあるべき姿やって。黒騎士キクロプス、怒りを操る天使とか女神みたいな感じのやつが、俺デビルサイクロンを倒しに来てほしいねんて。お前、黒騎士キクロプスは悪魔の力使っちゃってるから、どちらかといえば雷光の女神シリウスに退治される側やから。え、黒騎士キクロプスって悪魔の力を持ってるの？もしそれが本当なら、私雷光の女神シリウスがデビルサイクロンと一緒に退治しちゃうけど。いや、悪魔の力なんか使ってないよ、雷光の女神シリウス。俺黒騎士キクロプスがあんな野蛮な力使うわけないやん。いや、めちゃ嘘つくやん。俺ら悪魔より悪魔みたいなことしてるやんけ。お手その必死感がめちゃくちゃダサいな。まあどっちにしろこいつら全員俺らワンコ軍団の敵、全員めっためたなボッコボコにしたるわ。行くぞー。うおー、悪魔の力を舐めるな。あー、やられた。悪魔退治完了。おー、いや、なんでやねん。私は暗黒城、ニャンコ軍団裏切り、アフターファイブには映画ばかり見てる蛍光灯を振り回す危険極まりないキャラよ。まあ今日はしょうもないニャンコ軍団が攻めてきてるらしいけど、私暗黒城がスターウォーズのライトセーバーみたいな蛍光灯でメッタメタのボコボコにしてやるわ。私は暗黒城、蛍光灯を振り回す危険極まりないキャラよ。え、私暗黒城がなんでワンコ軍団にいるのよ。意味がわからないんだけど。ワンコ軍団の私、ライトセーバーの色が赤色になってる。やっぱりこいつは偽物よ。本物の暗黒城のライトセーバーの色は青色やからね。何を言ってるの、偽物はあなたよ。ニャンコ軍団の暗黒城、本物の暗黒城はあなたみたいに弱くないわ。私のように強いのよ。は、あんまり調子乗るなよ、偽物の暗黒城。誰が弱いって、私ニャンコ軍団の暗黒城最強よ。こうなったら私、本物のニャンコ軍団の暗黒城が偽物のあなたを倒してやるわ。おい暗黒城、助けに来たぞ。俺は凛花の武神今川義元、地獄の凛花で恩敵を焼き払う伝説の武具ニャンコ奥義を紅蓮に染めた戦国武将や。え、てか暗黒城かワンコ軍団にもおるねんけど、どういう状況？一体どっちが本物の暗黒城なん？いや、ニャンコ軍団側におる私が本物に決まってるでしょ。もしかして俺攻める方向間違えてる？いや、なんでそうなるねん。間違えてないわ。ワンコ軍団の仲間になろうとすな。今川義元、あなた攻める方向間違えてるわよ。あー、もうどっちが本物なん？おい、みんな助けに来たよ。私はグレーフォックス。優れた話術で無理なんだよ、部下に遂行させる情報機関フォックスの指揮官だよ。みんな、実は私、どっちが本物の暗黒城か情報を仕入れちゃったんだよね。え、どっちが本物なん、グレーフォックス。あれ忘れちゃった。いや、忘れたんかい。情報機関フォックスの指揮官めちゃポンコツやがな。まあいいや、私ワンコ軍団の暗黒城があなたたちを全員倒して正真正銘の本物の暗黒城になってやるわ。あー、やられた。ほて、どっちが本物なん？わかんない。チャンネル登録高評価よろしく。俺は大狂乱の天空の猫。ニャンコ軍団を裏切り大狂乱となることで攻撃力と射程がアップし、放たれる光弾は巨大都市を一瞬で焼き払ったと伝えられる空中都市型ニャンコや。みんな、俺の体を見てくれ。圧倒的に天空の城ラピュタやろ。この圧倒的天空の城ラピュタな見た目でしょうもないニャンコ軍団を全滅させてやるわ。早くかかってこいよ、ニャンコ軍団。俺は大狂乱の猫島。大狂乱となることで体力と攻撃力がアップした鬼が住むと噂のあるニャンコ向け温泉リゾートニャンコや。このステージは同じ大狂乱シリーズの大狂乱の天空の猫が出てくるねんけど、俺大狂乱の猫島の方が絶対強いから、今日はそれを証明してやるわ。あんま調子乗んなよ大狂乱の猫島。お前の進化前は魚やろ。俺は鳥や。生態ピラミッドやったら確実に俺大狂乱の天空の猫の方が上やねん。進化した後でもお前はただの島、俺はラピュタや。
おい大狂乱の猫島、助けに来たぞ。俺は猫マシーンメツ、破壊兵器 MS シリーズの量産を始めた連邦政府に乗り込む決戦型へと化した MSRX オメガロボ系ニャンコや。お、お前は我がラピュタのロボット兵か。よう帰ってきてくれた。いや違うから、ラピュタのロボット兵はこんな丸めのフォルムしてないやろ。てかお前大狂乱の天空の猫、自分はラピュタとか言ってるけど小さすぎるやろ。ラピュタがそんな小さかったら嫌やわ。ブロッコリーみたいやし。誰がブロッコリーや。お前みたいなロボット兵はもういらんわ。ああやられた。おいみんな助けに来たぞ。俺らは超飛行戦艦ボルボンバー。大空を支配した鋼の鷹はより高き志を掲げ、究極兵器 NEK-02 回で理想の世界を作り出すニャンコたちや。おい狂乱の天空の猫、お前みたいなちっこい浮遊物は俺超飛行戦艦ボルボンバーの爆撃でボコボコにしたるわ。お前ムスカ大佐が乗ってたゴリアテみたいやな。いや何でもラピュタにしてくるな。ああおいみんな、助けに来たよ。私はゴッドガイア、天地創造の神器、万物の真相樹で敵を断罪する七の力により真なる力を解放した始まりの女神だよ。なんか大狂乱の天空の猫が自分はラピュタとか言ってるけど、私の方がラピュタっぽいでしょ。いやさすがに俺大狂乱の天空の猫の方がラピュタっぽいわ。確かに下についてる球体は似てるけど、てかそんなことはどうでもいいねん。お前らニャンコ軍団をさっさと壊滅させたいねん。行くぞー。うわあ、俺はラピュタや。ああ、やられた。ラピュタ最高。チャンネル登録、高評価よろしく。俺は大狂乱の猫じゃらみ。にゃんこ軍団を裏切り大狂乱となることで体力と波動の発生確率がアップ。超絶破壊力&強靭な体力を手に入れた破壊を司る巨大なにゃんこや。今日もこいつら雑魚にゃんこ軍団を俺、大狂乱の猫じゃらみの波動攻撃で一掃したるわ。あんま調子乗んなよ大狂乱の猫じゃらみ。大狂乱より俺、洗脳されし猫 UFO の方が強いから。俺は敵をまとめて押し置き可能で、悪の洗脳によって属性を持たない敵に超ダメージを与えることができるようになったんや。しかもお前の波動攻撃を無効にすることができるんやぞ。なにー、そんなことできるんかよ。まあでもそんなことは関係ない。砂繰りで蹴散らしたるわ。おい洗脳されし猫 UFO、 助けに来たぞ。出たな破壊神ジャガンドージュニア。お前は破壊神とか名乗ってるけど、ほんまに破壊神って名乗れるくらい破壊的な攻撃できるんか。絶対お前より俺、大狂乱の猫じゃらみの方が破壊神にふさわしいから、今日はそれを証明したるわ。行くぞー。うおー、俺が破壊神や。ああクソが、カワワッパジュニア、こいつを倒してくれ。はい任しとき大狂乱の猫じゃなみ。俺はカワワッパジュニア。穏やかに過ごしていたかと思うと、突然烈火のごとく怒り、烈火を放つキュウリの舌触りが気に入り、四六時中無心で加え続ける妖怪の子供や。なんか破壊神ジャガンドージュニアとかいう破壊神がおるらしいけど、俺は伝説の妖怪、メッタメタのボッコボコにしたるから早く出てこいよ。よっしゃ全てを破壊したるわ。俺は破壊神ジャガンドージュニア。いやいや気に突入し、そこら中で暴れ回っているニャンコ軍団により立派に育てられた破壊神の子供や。おいカワワッパジュニア、俺破壊神ジャガンドージュニア、お前みたいに属性を持たない敵に滅法強くて吹っ飛ばすことができる。しかも烈火を放つこともできるんや。だからなんやねん破壊神ジャガンドージュニア、烈火くらい俺カワワッパジュニアでも出せるねん。勘違いすんなよ。お前みたいな勘違い野郎は俺の自慢のキュウリでポカポカ殴りまくったるわ。おい破壊神ジャガンドージュニア、助けに来たよ。私は漆黒の魔女ダークキャスリー。救いを求める者に終焉という安らぎを与える。呪いに魂を飲まれることで災いそのものと化した魔女だよ。わあ、カッパだ。伝説の生き物発見しちゃったよ。そうやそうや、俺カワッパジュニア、伝説の存在、俺のことを敬え。漆黒の魔女ダークキャスリー。もちろん敬うよカワッパジュニア。てか本当にカッパってキュウリ好きなんだね。そうや、キュウリは最高なんや。全然栄養ないのにね。いやそんなん言わんでええねん。キュウリは栄養ない野菜って言われてるけど、あれは言われてるだけでぼちぼちあるねん。お前みたいにキュウリの良さを理解してないやつは俺カワッパジュニアが倒したるわ。行くぞー。うわー、キュウリは最高や。あーやられた。キュウリの浅漬けって美味しいよね。チャンネル登録高評価よろしく。俺は
は洗脳されし猫モヒカン。鍛え抜いた筋肉と洗脳が強まったことで生えたふわふわヘアがチャームポイントの基本キャラや、おいにゃんこ軍団、シールドブレーカーとレッパ向こうの能力持ちのやつばっか編成に入れてくんだよ。めちゃくちゃうざいて。まあでも俺、洗脳されし猫モヒカンはめちゃくちゃかっこいい白いモヒカンがあるから全然余裕でお前らを倒せるね。ん？モヒカン関係ないって？うるさいねん、黙れ、行くぞ。うわー、ホワイトモヒモヒアタック、モヒカン崩すなよ。僕は亡者デブ、勉強しないと立派なゾンビになれないぞといつも親に説教されているゾンビや。ちなみに渋いブックカバーをつけて読んでいるのは漫画や。僕はね、ゾンビの中でも最強や。高いステータスと蘇生効果やにゃんこ軍団の動きを遅くする能力を持ってるんや。俺は猫ラーメン堂、実家の豆腐屋も継がずにラーメン屋に就職した素人は黙っとれが口癖の本格派職人や。お前ゾンビ耐性ないのにこのステージで役立てるんって？素人は黙っとれ。俺のパーフェクトなステータスと高速湯切り攻撃で亡者ボブーなんか余裕で倒せるんや。上がってこいよ亡者デブー。なんやこのちっこいラーメン屋。ラーメン屋が最強のゾンビ亡者デブーに勝てるわけないやん。めちゃくちゃ僕の鈍足食らってるし。素人は黙っとれ。こっから巻き返してお前をボコボコにするんや。おい猫ラーメンド、助けに来たぞ。俺は爆音学奏サルカニヘブン、新アルバム因果応報を引っ提げて報復ツアー中の異国より蘇り伝説のロックバンドや。今日の相手は亡者デブン。俺のゾンビにめっぽう強い能力で倒したるわ。ラーメンド、あとは任せとき。素人は黙っとれ。何お前が亡者デブー倒すみたいになってんねん。後から来たくせに調子乗んなよサルカニヘブン。お前の力なんか借りんでも俺猫ラーメンドだけで勝てるんや。さっさと素人は黙っとれ。いや意味わからん。こいつ素人は黙っとれしか言われへんの。てかこの素人ってラーメン素人ってことやない。まあとりあえずお前ら倒してまとめて墓場に埋めたるわ。行くぞ。うおー、結構押し込まれてるな。まあ倒されても蘇生したらえっか。あー、ゾンビキラーはずるい。チャンネル登録高評価よろしく。俺は猫ボーン、猫フィッシュより扱いやすく、赤い敵とゾンビに滅法強い、高鳴るハートが止まらない戦闘向き高級ユニットや、今日はニャンコ軍団を裏切った裏切り者の猫ボーンが、ボスのゾンビ進化への道激ムズを俺、猫ボーンが責任を持って一種で攻略していくで。そんなんできるわけないやろ猫ボーン。俺は裏切り者の猫ボーン。ニャンコ軍団を裏切り、ワンコ軍団に入ることで圧倒的な体力と破壊的な攻撃力を手に入れた心高鳴るハートが止まらない戦闘向き高級ユニットや、おい猫ボーン、お前みたいに甘いニャンコ軍団にずっとおる猫ボーンは俺裏切り者の猫ボーンみたいにワンコ軍団の仲間になった猫ボーンに勝たれへんのや。調子のんなよ裏切り者の猫ボーン。お前みたいにニャンコ軍団を裏切ってワンコ軍団に入るようなやつの方が絶対俺猫ボーンに勝たれへんから。いや猫ボーン猫ボーンってどっちがどっちかややこしいねん。俺裏切り者の猫ボーンが本物の猫ボーンってことを証明したるわ。行くぞ。うおー、骨骨アタック。あー、裏切り者に負けた。クソ、なんで俺猫ボーンが裏切り者の猫ボーンに負けなあかんねん。でも今回は地獄仲間の極炎鬼ニャンマが一緒に戦ってくれるから、余裕で裏切り者の猫ボーンがボスのゾンビ進化への道激ムズを攻略できるぞ。頼んだ極炎鬼ニャンマ。はーい、任しとけ猫ボーン。俺は極炎鬼ニャンマ、究極の強さを欲して奈落をさまよい地獄の豪華に焼かれた狂気のキャラクターや。俺極炎鬼ニャンマの単発攻撃はピカイチ。お前裏切り者の猫ボーンなんかぶっ倒せるぞ。単発攻撃強いからなんやねん極炎鬼ニャンマ。確かにお前極炎鬼ニャンマはめちゃくちゃ強いキャラ。でも俺ら裏切り者の猫ボーンは大量に出撃することができる。だから単発攻撃のお前極炎鬼ニャンマなんか全然怖くないんや。そうか、じゃあ早速俺極炎鬼ニャンマがこのデカデカ金棒でブンブン倒したるわ。行くぞ。うわー、デカデカ金棒アタック。ニャンマはエグい。さすが極炎鬼ニャンマ。猫ボーンもナイス。チャンネル登録高評価よろしく。
俺は猫神面のウリル、孫の気を引こうと新たな技を習得してみた伝説の武道家や。今日もニャンコ軍団をぶっ倒していくで。いや、俺がニャンコ軍団から出てきたねんけど、どうないなってんねん。てかその赤い仮面なかなか活かしてるな。俺猫神面のウリルの緑仮面には勝てんけど、まあぶっちゃけニャンコ軍団のキャラは同じキャラでも弱体化されるから、俺ワンコ軍団の猫神面のウリルの圧勝やな。行くぞー。うおー、ウリルアタック。いやちょっと強いやんけ。俺はヒゲクネコ、取扱い厳重注意の大事な荷物を運送中の昔ながらの荷物運びを重んじる職人肌のニャンコや。俺ヒゲクネコは赤い敵に超ダメージを与え超獣特攻の能力がある。この力でレッドサイクロンがボスの進撃の赤渦激ムズを一種で攻略していくで。あんま調子なんだよヒゲクネコ。俺はレッドサイクロン、超高速回転による連続攻撃はいかなるものも寄せ付けない赤いサイクロンや。おいヒゲクネコ、お前はニャンコプレイヤーからかなり信頼されてるニャンコらしいけど、お前の能力は俺ら赤い敵に超ダメージを与える能力。俺レッドサイクロンを倒すには動きを止めるとかの妨害能力がないと無理やぞ。甘いなレッドサイクロン。俺飛脚猫の超ダメージ攻撃は一級品、妨害なしでもお前レッドサイクロンを倒せるわ。行くぞー。うおー、あー、殺意の猫アタック。はー、妨害なしで負けた。ハンニャガオ、こいつを倒してくれ。はい、任しとき、レッドサイクロン。俺はハンニャガオ。口から吐き出される怨念の魂に触れた者は恐怖で本来の力を出せなくなってしまう。呪われたハンニャの面を被ってしまったがゆえに成仏できない魂を食い集める鬼へと変貌したカオルくんや。俺、ハンニャガオは 100% ニャンコの攻撃力を下げる能力がある。だからお前、飛脚猫が俺ら赤い敵に超ダメージを与えれても意味がないぞ。しかもワンパンで倒せるしな。何、調子乗ってるねハンニャガオ。お前なんかボスぶってるけど、この修羅の道極むずのボスはハンニャガオじゃなくてダチョウ同好会やろ。うるさいんじゃ飛脚猫、それは言わへん約束やったやろ。いや否定せえへんのかい。お前ハンニャガオボスの威厳なさすぎやろ。まあお前ハンニャガオはハンニャのお面かぶってるだけで本体はただのアカラガオやもんな。黙れ飛脚猫、こうなったらダチョウ同好会の力じゃなくて俺ハンニャガオの力だけでお前飛脚猫軍団を倒して、この修羅の道極むずのボスはハンニャガオやってことを証明したるわ。行くぞ。うおー、ハンニャアタック。あー、この猫ほんまに無課金キャラなん。みんな今すぐ俺飛脚猫を編成に入れてくれ。チャンネル登録高評価よろしく。俺はリスントゥミー、ただのリスや。でも俺はただのリスから集団になることで最強のリスになったんや。出た、ネコゼリーフィッシュや。こいつは体力がミジンコくらいないけど、高い攻撃力と強い波動を持ってる一発だけはすごいやつやねん。でも集団になった俺らはもっとすごい。まず見た目や。一体の頃より横に大きくなったから威圧感が増したんや。法廷綺麗に整列できる協調性を手に入れたんや。え？それ全然戦いに意味ない？うるさいわ。協調性を持って意思疎通し合うことは戦場ではめちゃくちゃ大事なんや。渦巻きナルトも掛け分身した自分と意思疎通できるから強いんやぞ。そんなこともわからんやつは俺がボコボコにしたるわ。いくぞー、今日は引き分け。僕は天使ガブリエル。いつもワンコの背後で勉強を見守っている。勉強中に居眠りすると具現化してワンコに噛みつくワンコのご先祖様や。なんかニャンコ軍団には伝説レアとかいうめちゃくちゃレアなキャラがおるらしいけど、僕天使ガブリエルには勝たれへんぞ。いやなんやこいつでかすぎやろ。伝説レアえぐいて。エンジェルサイクロン、あとは任せた。はい、任しとき天使ガブリエル。俺はエンジェルサイクロン。世の中を変わらない吸引力で浄化し続ける恐ろしい天使なサイクロンや。てかなんやこの小さい伝説キャラ。こんな舐めたキャラに俺エンジェルサイクロンが負けるわけないやろ。あんま調子乗んなよエンジェルサイクロン。僕は牛若丸、竜のリコーダーで謎の軍団兵器を追い詰める父の仇を討つべく異世界より現れた風雷ニャンコや。僕牛若丸は天使に打たれ強く極ダメージを与える能力がある。この力でお前エンジェルサイクロンをぶっ倒したるわ。やれるもんならやってみろよ牛若丸。てかお前が持ってるのリコーダーな。リコーダーで攻撃してくるの癖強すぎやろと思った人がおったら高評価よろしく。いくぞー。
次はもっと仲間連れてきたるわ。よっしゃ、こんだけ仲間連れてきたら勝たれへんやろ、牛若丸。今回は天使ガブリエル、天使カバちゃん、天使ゴンザレス、天使スレイプニール、ミスターエンジェルを連れてきた。この布陣で牛若丸ごときぶっ倒したるわ。素人は黙っとれ、エンジェルサイクロン。俺は猫ラーメン道。実家の豆腐屋も継がずにラーメン屋に就職した。派手なよげりで客を楽しませる素人は黙っとれが口癖の本格派職人や。俺猫ラーメン道の天使に打たれ強い能力でお前らをぶっ倒したるわって言いたいところやけど結構やばそうやな。やっぱ助けてくれ、巨大新兵弁慶。はーい、任しとき猫ラーメン道。僕は巨大新兵弁慶。その混合の大槌は軍団平家を一撃で滅亡させる異世界より生まれし無敵ロボを服従させたニャンコや。僕巨大新兵弁慶は牛若丸から進化してさらに天使に打たれ強くさらに極ダメージを与えることができるようになった。モブキャラが増えたところで一掃したるわ。ちょっとでかくなったからって調子乗んなよ巨大新兵弁慶。お前のでかい図体を俺エンジェルサイクロンのくるくる攻撃で粉々にしたるわ。いくぞ。あー、この伝説レア強すぎるねんて。みんなぜひ僕巨大新兵弁慶を編成に入れてくれ。チャンネル登録高評価よろしく。俺はゾンビは息子の受験勉強の様子が気になり帰宅した数年前に埋葬されたはずのワンコのお父さんや。俺ゾンビワンはゾンビやから倒されても蘇生する。どんだけ倒されても蘇生したるからかかってこいよ。データ竜騎士皇帝バルス、いやハロウィンナイトバルスや。まあどっちでもええ、倒されても蘇生するだけや。行くぞー。うーん、ゾンビキラーはセコイ。僕はウルトラ命名。体のトゲが特徴的だが実は寝癖。本当は柔らかボディなのに近寄りがたい見た目なのがコンプレックスな。硬いバリアを身にまとった宇宙の羊や。僕ウルトラ命名のバリアでどんな攻撃も耐えるで。出た、激おこパサランや。お前激おこパサランは確か最近のアップデートで第三形態になったらしいな。まあ第三形態になったところで僕ウルトラ命名のバリアは破壊できひんぞ。あー、バリアブレーカーなんかい。デビルサイクロン、あとは任せた。はーい、任しとき、ウルトラ命名。俺はデビルサイクロン。飲み込まれた魂を悪魔の住む世界に転生するという悪魔的な吸引力で全てを飲み込む悪魔なサイクロンや。ウルトラ命名のバリアは簡単に破壊できたかもしれんけど、俺、デビルサイクロンのシールドはそう簡単に破壊できひんぞ。それはどうかな、デビルサイクロン。俺は激おこパサラン。猫なのか大激怒した少年なのか全く正体不明の謎のキャラクターや。俺、激おこパサランは必ずバリアと悪魔シールドを貫き、超レポを放つ能力がある。だからお前デビルサイクロンのシールドなんか余裕やぞ。なに、まさかのシールドブレーカーなんかい。まあでも俺デビルサイクロンのシールドは特別、破壊されても破壊されても復活するんや。それがどうした、デビルサイクロン。復活しても何回でも破壊したるわ。やれるもんならやってみるよ、激おこパサラン。返り討ちにしたるわ。行くぞ。うおデビルクルクルアタック。あー、めちゃ強いやんけ。みんな俺激おこパサランを編成に入れてな。チャンネル登録高評価よろしく。俺は狂乱の肝猫。狂乱となることで波動をマスターした遠くの敵を攻撃できる遠距離型キャラや。こいつら洗脳軍団は後輩のくせに最近調子乗ってるらしいから、俺狂乱の肝猫の波動攻撃でぶっ倒したいところやけど、波動向こうのやつもおるらしいやんけ。めちゃくちゃうざいて。まあそんなん関係なしにぶっ倒したるわ。いくぞ。うおー、キモキモアタック。あー、洗脳してくれ。俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。なんかニャンコ軍団にダークヒーローがおるらしいねん。ダークヒーローといえばバットマンとかデッドプールとかかっこいいキャラ多いよな。まあ所詮ニャンコ軍団のダークヒーローなんかダークヒーローって言ってるだけの見せかけ野郎やと思うけどな。どんなやつか俺が見定めたるわ。うわ、めちゃくちゃかっこいいやん。ダークヒーロー感えぐ。これ勝てる気せえへんけど、でもやるしかない。いくぞ。いや逃げたやん。俺にビビって逃げたやん。めちゃくちゃダサいやん。マジで見かけ倒しすぎてやばいって。もうええわ、あんな腰抜けほっといて城破壊しよう。こいつかっこよすぎる。
俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。なんか今日はニャンコ軍団のナース看護師がこの長崎県を攻めてくるらしいねん。看護師は病人とか怪我人のお世話をするのが仕事やのに戦闘に参加するって何事なん？まあでも所詮看護師、戦闘向きめっちゃ強い長崎県のワンコがめっためたのボッコボコにしたるわ。出た、ジョイフル猫ナースや。てか注射器でかすぎやろ、どないなってるねん。しかも注射器の中に猫入ってるやんけ。もしかしてこの注射打たれたら猫になってまうってこと？それとも注射器に吸われて俺長崎県のワンコも注射器の中に入れられるってこと？お注射の時間ですよ。いやだ、怖いよ、助けて。普通に倒すだけかい。治療完了です。猫と飼い主はサバカもやっているフラッシュ。チャンネル登録高評価よろしく。